また左と右の方にライオンの彫刻がありますので、これがあの神様の力を表しています。ブドウの木はあのあグルジアにはブドウの木はグルジア人にとってありがたい木です。セイニノがブドウの木から十字架を作ってグルジアに入ってキリスト教を布教してグルジアはキリスト教の国